白浜空港にやってきたのはウクライナ避難民のビタ・ピサレンコさんです。ビタさんはウクライナのオデーサで暮らしていましたが、ロシアの侵攻によりハンガリーへ避難。去年はハンガリーのホテルで働いていましたが、去年の11月末にホテルが閉鎖してしまいました。そんな中、白浜町にあるホテルでの採用が決まったのです。白浜に到着してまず向かったのは勤務先となるホテルです。はじめまして、はい、私のリタです。どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。レストランのまずバックヤードとして料理を盛り付けた、そして、日本語が会話が慣れてきたらそのままレストランで接客もしていただけるかなと思います。ビタさんはレストランで働くことになるようです。難しいことはないので、一つ一つ覚えていっていただいたら。挨拶が終わると昼食のために社員食堂へ。白浜での初めての食事はエビカツと味噌汁でした。いかがですか？おいしい。ロシアの軍事侵攻により日本のホテルで働くことになったビタさん。心機一転、白浜での新しい暮らしがスタートします。ポジティブな、я, конечно, еще ни разу, как сказать, не спала на японской кровати, как раз будет возможность попробовать, все нравится, все подготовили, и бумагу, и посуду, поэтому только позитивные эмоции.